い、こんにちは。日本改革と奥沢です。正明様、うまい水様、みどりんりん様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただきまして誠に、ありがとうございます。宮崎県南部で震度6弱の地震発生、被害に遭われた皆様お見舞い申し上げます。気象庁はですね、これを南海トラフ地震の始まりと見て、1都2府26県707市町村に、巨大地震注意を発表。静岡県を含む関東から九州にかけて広い範囲で強い揺れ、関東から沖縄にかけて太平洋沿岸で津波と、なんか震度7ぐらいいっちゃうんじゃねえか、四国の太平洋沿岸下の方、震度7いっちゃんじゃねえか予想されておりますけれども、これまでのデータから地震発生直後に大規模地震が起きる可能性が高い。今後1週間程度は注意を、事前退避は必要ないが、防災品や退避経路の確認を出そうであります。世論です。どうにもならんね、どうしろって言うんだよ。血圧の薬を持って山に逃げるぜ。水と非常食は売り切れだ、諦めろ。水と防災用具点検券ぐらいしかできることないやろね。地震に備えてカロリーメイト買ってきたのに腹減ってさっき食べちゃったプレートの一部砕けたみたいとか言ってたけど、それって偉いことでは。フィリピン海プレートとユーラシアプレートの接線が南海トラフで、プレートとプレートの移動のせいでですね、100年から150年周期で大地震発生するんだそうであります。だいたい2回セットで揺れるのが特徴で、1554年安政東海地震の32時間後に安政南海地震発生、1940年昭和東南海地震の2年後に昭和南海地震発生で、まあ、2回目が来る周期っていうのはバラバラだな、すぐ、来る、こともあれば、で私心配してるのがあれです、8月15日終戦の日、メール当院様、靖国神社、正殿参拝と懇親会、遠くからいらしてくれる方も結構いらっしゃるんで、揺れてね、電車止まっちゃったらどうすっかな、ちょっと今から心配しておりますけれども、そうなっちゃったら、津波なんか来ちゃったら、懇親会どこじゃないもんね。前回の昭和南海地震からおよそ70年経過してるそうで、100年から150年周期で来るっつっても、まあまあ当てにならない、みたい。日本各地で水やカップ麺の買い占め発生中、地震特需とも呼ぶべき。他にもですね、パックご飯や缶詰類がスーパーから消えているそうであります。我々にできること一覧、防災グッズ、持ち出し用品、非常食、水の備蓄を用意確認、車の燃料が半分以下の場合は給油しておく、室内の家具を固定する、住んでいる地域の避難路や避難所、ハザードマップを活用し避難できる場所を把握しておくなどなどだそうであります。私は風呂に水溜めました。断水するとですね、トイレ流す水困るんでね、最悪飲めますし、あと停電に備えて手回し充電器とか赤もあるといいかもしれないですね。スマホの充電困っちゃうからさ、高い位置に酒瓶飾ってある居酒屋さんとか、いつも地震来たら危ないなって、思ってしまいます。私は、東日本大震災の時にですね、家のピアノが前後30センチぐらい床滑って、こんな滑って動いてたんですよ、前後に。あと自室のビールサーバー倒れちゃってね、壊れなかったけど倒れちゃってな、ビールこぼれて大変でした。岸田総理、今日からカザフスタン、ウズベキスタン、モンゴルに行く予定だったが地震対応のために渡航中止、などの影響が発生しているそうであります。あと電車もですね、新幹線ちょっと徐行運転しますであるとか、特急の本数減らしますであるとか、電車にも影響が出ているそうであります。皆さんも高いとこにある重いもの、瓶とかさ、ガラスの、あと花瓶ですか、花瓶なんか固定、やっといた方がいいかもしれません。私はお盆に来ねえといいなって、それだけ恐れておりますけれども、パリ五輪女子レスリング53キロ中、藤波朱理選手20歳が
金メダル獲得、頑張りました。卓球女子団体決勝進出を決め、銀メダル以上が確定。頑張りました。卓球女子団体でメダル獲得は4大会連続だそうであります。日本って卓球強かったんだな。知らなかったな。知らないの私だけでしょうか。温泉のロビーに卓球台あって、国民が一丸となって鍛えてる結果、成果ですかね。アフリカの温泉とかホテルには卓球台ねえもんな。陸上男子 200m で米国のノア・ライルズ選手、コロナ陽性なのに銅メダル、すげー。頑張りました。一昨年の国保の決算が発表になっておりまして、1067億円の赤字と発表になっておりました。加入者の4割が65歳から74歳で、所得が低いためお金あんなそんなに取れないってしていますけれども、そりゃね、定年退職したら国保に移るんだから、その会社で入ってる保険から国保に移るんだから、この世代が多いのは当たり前では。4割がって言ってるけどさ、世論です。自己負担5割とかにすればもっと掛け金下げられるな。無駄に行く人多いから、やっぱり安楽死合法化の必要あるな。薬1個に何百万とか高すぎ。こんなの黒字にしちゃあかんだろ。無収入の非課税者からも無慈悲に取ってるのになんで赤字なんだろうと。国庫が黒字だったら皆さんから保険料取りすぎてるってことでダメなんでは。むしろほどほどの赤字でちょうどいいっていうかね。私は半年に一度の肺がん検診とですね、全身性拒否症難病51番が原因と思われる逆流性胃炎を抑えるですね、ラベプラゾールって薬で病院のお世話になっております。竹キャブって薬からこちらに変わりました。こっちだと3ヶ月分まとめて出せんだよなんて先生に言われまして、あ、こっちも聞くからそれでいいですいうことの、それぐらいだと払ってる保険料からしたら多分赤字って思われますね、私の場合は。今や350万人に達したですね、在日外国人の保険料滞納も赤字の大きな原因になってると思うんですよね。豊島区では私議会で質問して判明したんですけど、外国人の保険料滞納率が驚きの5割強でした。徴収できなくて損金扱いになった累計がですね、豊島区だけで2億円以上ありました。これも国保赤字の大きな一因では。留学生とか払わないんだよね、豊島区に。短期滞在の留学生とか払わねえの。まあそういう連中は若いから病院かかんないんですけど、保険っていう概念ねえらしいんだよね、なんかそいつらで払わないと。で2、3年でいなくなったら取りっぱぐれちゃうんだよね。その分真面目に払ってる日本人にしわ寄せがいくわけで、国保は滞納すると普通に差し押さえがある国保税なんだから、滞納外国人は国外退去にするとかしてよ。留学生も許さずに、いくら若くて病院行かねえからすって許さずにガンガン取り立ててよ。保険料っていうか税金払わねえと日本にいられないようにしてよ、って思います。東京商工リサーチ発表、7月の負債1000万円以上の企業倒産は926件で前年度比 26% 増加。これ1000万円以下の、個人のラーメン店とかそういうのを含めたらもっともっと多いんだろうな。うち人手不足による倒産は32件で前年度の倍近くになりました。小規模企業を中心に淘汰が進んでいるだそうで、人口は毎年ね80万人ぐらい減るから、今年は90万人、再来年は100万人ってだんだん増えていくんだろうな。で減るから、それに合わせて企業の数に、調整していってる最中なんでしょうね、これね。世論です。給料上げないからだろ。賃上げ不足倒産といえ奴隷不足でしょ。金がないから人を雇えない。雇っても利益が出ないってとこでしょ。安い金で働く人いるわけねえだろ。賃金上げたくないでござる倒産。適正賃金が払えないゴミ経営のブラック企業が大量に潰れてて大変よろしい。人件費上げられないところは若い人が来ないから従業員の高齢化もすごい。ああそういうのあっかもしんないな。あと、いい企業でですね、居心地よくて辞めないから、割と従業員さんが
古株ばっかっていうところはありますね。試験です。人手不足ってことは仕事はあるのにそれやる人がいないってことで、適正賃金払わない経営者がバカなのか、レッドオーシャンすぎてそもそもビジネスが破綻してるか、どっちかですね。レッドオーシャンっていうのは競争が激しすぎる業界、血で血を洗って海が真っ赤みたいな、倒産しても賃金上げたくない根性は恐れ入ります。タクシー運転手、トラック運転手足りないって言ってますけれども、年収1000万で募集したらすぐ埋まるんですよね。まあ、あとはですね、経営者がその賃金にできるように脳みそ絞って儲けりゃいいんですよ。最近はタクシーの横目にですね、広告ある車よく見ます。これも経営努力の一環ですよね。今日の単身です。台風5号13日頃宮城県に上陸する恐れ。宮城、岩手、福島の方々、皆様はご注意ください。帰省と盆踊りの季節と被りますけれども、ぶつからないといいですね。長崎原爆被害者追悼式典開催。岸田総理、惨禍を決して繰り返してはなりません。ちょっと待てって、原爆落としたの日本じゃねえぞっていうの、何言ってんだバーカって、ちょっと腹立ったんですけれども、落とした張本人のアメリカとですね、核保有国に言えよ、もう二度と落とすなよっていうのが筋だねえの。なんで日本人向けにアピールしてるの、参加を繰り返してはいけません、やってねえっていうの。イスラエルを呼ばないっていうですね、長崎市の判断のせいで日本以外の G7 国が全部不参加だから言ってもしゃあないんですけどね。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ全部欠席した。外交問題に発展した大ダメージ、日本の外交に。秘書給与詐欺の広瀬めぐみ詐欺、周囲の者に次の選挙には出ない、弁護士の方が儲かると話しているみたいなんですけれども、詐欺で有罪になったら一発実刑もあるのに、あるから選挙出られないんじゃ、出たくても。あと一発実刑だとですね、弁護士会、除名になってですね、弁護士の仕事でいなくなるけどね、自分の状況甘く見てないかこいつ。弁護士だが刑法には明るくないんですかね。そんなのんきなこと言ってる場合じゃないよあんた。各国の最新自殺率発表。1位、人口10万人あたり 24.1 人が自殺する、韓国が1位でありました。2位は 18.5 人のリトアニア。 K-POP が世界中で大人気のはずなのになぜなんでしょう。まあ閉塞感すごいって言うからな。ちなみに日本は 17.5 人で1位の韓国ほどではないですけれども、まあ上位ですね。日本の場合は実質税負担が重すぎて重税、すぎて未来に希望が持てない。 G7 比較、アメリカ 14.1 人、フランス 12.6 人、ドイツ 11.1 人、カナダ 10.7 人、イギリス 8.2 人、イタリア 6.3 人と、陽気なイメージがあるアメリカが高いのは意外でした。なんかドイツ人気難しくて多いようなイメージでしたけれども、アメリカの方が多かったな。イタリアが少ないのはですね、大半がカトリックで自殺禁止の影響でしょうかね。カトリック、プロテスタントも自殺しちゃいけないんだっけ、よくわかんないですけど、カトリックは確実に自殺しちゃダメですね。あと自殺率が低い5人以下っていうのはアフリカ、中東、あとフィリピン、まあ南国ですか、あたりが自殺率低かったであります。まあメキシコとかね、まあそういう国は自殺するまでもなく殺人が多いですからね、そっちの方で死んじゃうっていうのもありますけれども。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。